はい、ということでじゃあねやっていきましょう。はい、調子いいんで。そうですね、さっきのままから実は連続して撮ってます。はい、主そんなだからね。あ、もう試練だよ。早っ。本当？うん、本当。勝てるの？おかしいんだよ。勝てるでしょ。試練開始。出てきたぞ。神釣りが出てきた。あ、カリキリだったな。カリキリ。乱数ジェネレーター。20です。いいね。20キロ目勝っちゃっていいの？簡単に出すか。え、なんかな、ここに来てな、スイスイ行けるの嬉しいけどね。うん、こんなもんかっていう気持ちもあるよな、若干。ムーランがすごい濡れるの。チクラ。すごいじゃん。たまたま見つけた。ん？たまたま。もう出てきた。メガネ。乱数ジェネレーター。メガネおばさん。24です。しっかりやるじゃん。ひどいな。お、23レベルだ。すげえ。いいぞいいぞ。あ、来ましたね。これで呼び出されるんだ。気持ち悪い。ストーカーと同じ感じじゃん。な、女っぽいのに。出ましたね、主。え、4つ目 ?4 人目、うん、結構進んでるな。結果は42です。お、素晴らしい、42。ヒッシーがダメージを負ってるのはちょっと気になるけどね。でも、今いい技出てるときは。うん、悪くないね。おぉ、ま、大丈夫か？ちょっと危ないけどな。仲間呼んでるし。失策。答えは89です。仲間じゃないだろ、そいつ。本当友達してんのか。どう考えても弱いのか、あいつ。え、マジで強そう。やば。え、助走なしでそれ出せんの、お前。出す予兆みたいないの？サブ行くか。うん、もうサブ効果はするから一発でやられる可能性ある。水タイプだな。その答えは58です。あ、でもアクアジェット先行取れるから悪くないね。マジかよ。とりあえずもう一発出すか。答えは22です。ポンデリングがいけるよ。やばいな、これ。こいつやばい。マジ一撃じゃん。勝てなくね？カンティアすげえから。うつせないやつな。結果は94です。うつせるわ、なんだこれ。
サザエさんどうか。あ、でも一旦あ、ためんだね、この技。やばい、ためなかったわ。これバッカやないのやばい。今なんか頭の破片みたいに飛んでなかった。それやってきたらみんな一撃なの。最強だな、こればっかり。あの数字俺らの仲間にしてえな。逃げらしてる、キイチ。え、キイチに望めがないよ。いや、一個だけ再起構成は相当強い。答えは18です。テレポート使ってる場合じゃねえぞ。あ、終わった。強いやつだ、こいつ。強いやつだ、こいつ。やば。どうすっか。でも、運良かったら勝つそうだな。うん。ポケモンセンター行って。いや、もう生かされんだけど。全部回復して。で、必死戦闘で。うん。で、必死なの引き次第だな。結局。実際ね。うん。そんな汚いでしょ。いや、お前だるやってくるの。死んだし。うわ、無理じゃん。ありがとう。来たわ。必要以上に強い技。だってなぁ、これからじゃ勝てないじゃん、一生。うん、勝てないってちょっと思ってるしな、みんな。めっちゃ走るしな。めっちゃ速いぞ。そこめっちゃ走るしな。時短時短。その時短意味でたら負けんだから。このスピードでいってな。もう終わったことでしょ、こいつら。そこは走って負けんじゃん。回復とかされたらまためんどくさいからな。いや、でもするぞ、俺。すぐ。無理ね。え、ちょっと無理だよ。その答えは9です。しよう。どんどん流れるんだ。一番やばい使い方でしょ。あ、いいよいいよ。回復した。は？面白くないわ。めんどくさ。混乱した。もう一回行こう。30です。あ、スイマム出た。自分攻撃したらどうする。その時もう、そう、うわ、これすげえやつだわ。ひどいな。え、でもいいよ。必死で頑張ってる、必死で頑張ってる。まあ、いいよいいよ。お前はスイマムかい。です。少な。こいつやばくない。それやってたら絶対勝てないよ、もう。おかしい、こいつおかしい、マジで。じゃあ、お披露目するか。君の役を。で、ひっひっひ何もしないで言ってくる。5。後輩ですね。結果は87です。一番意味ないですね。これだけ意味ない。2か。やばいだろなあ。2な。いや、これがどんだけ受けるか。炎タイプの炎技は強いから、やっぱり。こんなんどうするぞ。お、あった。ハンドル、マジハンドル。いけ！しょうもねえ。でも勝てないんじゃない？やば、おい。何ロックブラスやってんの？やば！お前、トミーは464円を失ったって。いいよ。カツアゲされたぞ、あの主に。いいよ、そのぐらいは。はい、ということで。ひいまたあげます。ひいまたあげます。ちょっとね、夜のうちにレベル上げして、そんでまた行きます。はい。はい。あんなにスムーズに行ったと思ったんです。結局かい。
やろ。やりましょう。えい。先を振って。え、先を振って。7回目ぐらいじゃない？で、俺コメント欄で見たの。うん、草の試練勝つ方法は、うん、俺ら相性悪いわけよ、一番強いサブが、うんうんうん、水だからね、うん、だから本来だったらその他の草ポケモンとか炎ポケモンの初めの手に入れてるやつが、うん、あいつを一撃で倒す、うん、もしくはあの頭かち割るやつを耐えるようにする、うん、で強くなってね、うん、しかないらしいんだ、うん、ないじゃん、今一個もないじゃん、どっちもないのよ、うん、でそれやるとしたらケロケロパッパみたいなやついるじゃん。いるな。あいつ30マジ？それは無理だよ。なんなきゃいけないから運にかける。手持ち的にそうなんだよね。うん、何レベルこいつ？こいつ何レベル？教えてみ。負けてはないんだよな。まあな、うん、でその相性的なのがあるんだろうな。乱数ジェネレーター答えは79です。ミトロちゃんじゃない、うん、葉っぱ型いいよいいよ。呼ぶやつがやるやつが嫌だ、最強になっちゃうよ、うん、ロイね、もう一回行こう。乱数ジェネレーター。その答えは21です。つつくね。いい、悪くない悪くない。よし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 。ついばんだりしてきたら怒るけどな。あい、左側のやつは。うん。ちょんぱかー。その答えは78です。うん、見たらチャージか。ついばんが全然出ないな。本当に性格やばいな。全回復だってこれ。だから単純に削られただけになってるもんな、ね、今俺は31です。こいつはついばん、うわっ、だこれ死ぬ可能性あるじゃん。はい、あ、31? 一番いい、頼むぞ。混乱してんだ。いいよ、くらえくらえくらえ、よし、やられた。うわ、でももう一回いけてたら、あ、出てた、勝ってたな、勝ってたんだよ実は、うん、キノコ、キノコそんな効かないんじゃなかったっけ、出たことないからキノコ、うん、結果は72です。キノコ出ました、すごいな。うわ、もう意味ないな、こいつはこれやられる前にやんなきゃいけないんだよな、結局な。どんくらい受ける、どんくらい受ける、意味な、全然じゃん。あ、やけど打った、やけど打った、やけど打った、どんどんの毎ターン絶対ダメージ受ける、こいつ結構いい、結構いい、結構いい、普通に運いいやつが出たかもしれない。俺ダメージ受けるの、こうやって。なるほどな。結果は16です。うん、いいね。よし、悪くないよ、うん、そうそう、で、何がいいって多分こいつ一旦耐えんだ、うん、来るよ、この点勝ち割り多分耐えるはずなんだよな。すごいっしょ、こいつ、うん、俺っぽい。あ、いいですよ、いいですよ。で、ダメージ受けんな、こいつ。うんうんうん。こっからどうするか。うん。頼むよ。13です。よっ！よし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 。うんうんうん。体力。で、頭かち割りを。頭かち割り1回耐えて。耐えるんだ、これ。耐えて。うん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 。ついばんな。で、ダメージ受けるから、うん、
やけど結構でかいよこれ、うん、でパターンとしてあるのは、うん、キーチだな、うん、聞こう何が再現光線出るか出るだろう答えは88だよいけるだろ 88? うん運、うん、めっちゃいいないやでも、あ、でも待ってん勝ちより負けんだったスピードもこいつ負けてんだマジ終わりじゃんマジほら勝ち終わられたうわじゃあ負けじゃんおいじゃあもうダメだよはいはいあ勝ち割りゼロですおお入れ残ったすげえ残ったすげえすげえやったいけー頼むいけいけいやで、で、やけどやけどやけど倒せやけど倒せやけど倒せマジで頼むでどうなんの倒れたじゃんやったわきたーやったわめっちゃ嬉しい38です、はい、決めたんじゃないえ、これ奇跡起きたねこれ本当にすごい映像なんじゃない急所当てたはいいやーよかったなんで勝てたのかわかんないいやすごいよかった超絶運はよかった運よかったねこれ誰が見ても運よかったと思うちょっと感動するなこれはよかったええよかったね多分ポケモンこれやってる方いらっしゃったら、うん、これの凄さ分かるかも、うん、じゃあセーブ聞きましょうじゃあ最後恒例のセーブ聞きますかはい乱数ジェネレーター乱数ジェネレーター答えは31よし久しぶりにセーブできたいや一回セーブしなかったせいで今日死んでんのかな今日巻き戻ってるからなオッケーえいじゃあねあと何話か分かんないんですけど、はい、これからもね、拾っていきましょう